また会えたらいいなって思ってたんだ。私も。え、七熊。俺は石田綾人、25歳の独身会社員だ。彼女もなし。そんな俺だが、今は保育園のお迎えに向かっているところなのだ。もう6時半だ。ユリナぐずってないといいけど。こんばんは。石田ユリナのお迎えに来ました。はい、こんばんは。今日はユリナちゃんご機嫌で待ってますよ。そうですか、よかった。ユリナはどこに？あ、いた。先生と楽しそうに遊んでいるのが俺の姪っ子の石田ユリナ。姉の一人娘だ。訳あって今は実家に身を寄せているため、俺はこうしてたまにお迎えに来ている。ん？一緒に遊んでくれてるのは初めて見る先生だな。あ、隼人くん。ゆりな、遅くなってごめんな。大丈夫、教科先生と折り紙してたから。そうか、ゆりながお世話になりました。いえ、とてもいい子にしてましたよ。新しい先生ですか？すごい美人さんだな。はい、4月からこちらの保育園に来ました。そうでしたか。走りで先生、珍しい名字ですね。はい、よく言われます。ああ、すみません。同級生に同じ名字の子がいたのでつい。この先生、高校の時自分のクラスにいた女子に似ている。表情は全く違うけど、あの子もめちゃくちゃ美人だったな。っていうか、こんな美人で同じ名字の人間なんているか？もしかして西高校で一緒だった走りで教科？え？あ、俺石田綾人。覚えてないかな？ちょっとこっちに。え？俺は走りでにスーツの袖をつかまれ、先生も子供たちもいない教室に連れ込まれた。高校の時のことは誰にも言わないでください。え、あ、わかった。俺は後味の悪さを感じながら姪っ子を引き取って保育園を出た。悪いことしちゃったな。というのも、高校生の頃走りではレディースの総長だったのだ。柄の悪い連中を引き連れて歩く彼女には、担任の先生でさえサジを投げている状態だった。でも今日保育園で見た走りでは優しくて美人な先生で、あの頃の面影は全くなかった。あんなに変貌しているということは、彼女にとって高校時代は嫌な過去のはずだ。それなのに自分の過去を知っている保護者が現れたんだから、いい気持ちじゃなかっただろうな。あやとくん、その折り紙取って。あ、うん、どうぞ。ありがとう。そんなことを考えながら姪っ子と遊んでいると、姉が帰宅した。ただいまゆりな、遅くなってごめん。すぐご飯にするから。もうご飯食べたよ、あやとくんが作ってくれたの。マジで？あやと、ありがとう。いいって、仕事お疲れ様。あのさ、明日も俺が迎えに行ってもいい？え？私としてはありがたいけど、いいの？うん、ゆりなとちょっと約束しててさ。そう。あ、そんなこと言って保育園の新しい先生に一目惚れしちゃったんじゃないの？すごい美人がいたでしょ？教科先生綺麗なのよね。ねえ。違うよ。からかってごめん。あやと、ありがとうね。おう。でも。え？もし好きになっちゃった時は、お姉ちゃんが応援するからね。あ、姉貴。さあ、ゆりな、お風呂入ろうか。うん。たっく。さてと。俺は明日の仕事の支度をするか。仕事で使ってたボールペンのインクが切れてたんだよな。ストックが確かこの辺に。こんなものを未だに持ってるなんて知ったら、彼女ドン引きするだろうな。走りで教科はクラスの中でかなり浮いた存在だった。俺が同じクラスになった2年の時にはすでにそういう空気が出来上がっていた。俺はというと、可もなく不可もなくな生徒で、じゃんけんに負けたという理由で体育祭実行委員になっていた。体育祭で出場したい種目を書くプリントを全員分まとめて提出するため、俺はその時初めて彼女に声をかけた。走り出さん、うるせえ。いや、うざってんだよ。まだ何も言ってないのに。ここに出場種目を書いてくれるだけでいいから。じゃあ俺は彼女の机に体育祭のプリントを置いて逃げた。しかし今まで学校行事に参加したことがない彼女が提出してくれるわけもなく、先生、走り出さんのだけまだ回収できてなくてプリントは渡したんですが。ああ、あいつはいいぞ。え、放っておけ。どうせ参加しないだろう。なんだよそれ。担任の言い草が頭にきた俺は彼女に絶対に体育祭に参加してもらおうと思った。そうしたら先生たちの見る目も変わるかもしれない。そんなことを考えていた。そして俺は何度も彼女に話しかけた。最初は相手にされなかったけど徐々に話を聞いてもらえるようになって。バスケなら出てもいい。小学生の時習ってたから。本当？提出期限は過ぎていたけど俺は実行委員長に頼み込んで彼女をクラスの女子バスケチームに入れてもらった。本当に練習に来るの？来るって多分走りでは練習場所の体育館にきちんと来てくれた。体育館だけしかないんだけど。別にいいよ、バッシュじゃなくても。練習を始めると彼女はちゃんとバスケができていた。習っていたというのは本当だったんだと思う。そして練習が終わると。久しぶりに楽しかった。私も楽しかった。今日か早く行こうよ。今行く。いい雰囲気になったと思ったら悪そうな他校生たちが彼女を迎えに来た。せっかくいい雰囲気だったのに。やっぱり関わらないでおこう。そうだね。しかも体育祭当日彼女は遅刻してきたのだ。チームメイトたちは怒って彼女を試合に出さなかった。彼女は体育館の隅でクラスメイトたちがバスケをするのをただ眺めていた。あのさあ、何か理由があったんじゃないの？ちゃんと理由を話しなよ。そしたらみんな。母親に付き添って病院に行ってた。父親に殴られたから。え、こんな話お祭りみたいな雰囲気の中で話せるわけないだろ。分かったらもう話しかけるな。あ、ちょっと。俺は思わず彼女の制服の袖を掴んでいた。その時の彼女の怯えた表情を見て彼女が男性が苦手なのだと分かった。私に触るの。彼女は体育館から去っていき、俺の手の中には彼女の袖についていたボタンだけが残った。ちゃんと謝って返そうと思っていたのだが、彼女は翌日から学校に来なくなり、いつの間にか転校していた。これは後から風の噂で聞いたのだけど、彼女は小学生までは活発な女の子だったらしい。でも中学で母親が再婚し、新しい父親が手を挙げるような人だった。彼女自身は怪我をしたことはないが、母親は怪我が絶えなかったそうだ。彼女は自分と母親を守るために悪い仲間と付き合っていたのかもしれない。それに引き換え俺は彼女に何もしてあげることができなかった。京香先生。あら、ゆりなちゃん、おはよう。おはよう。これお家で作ってきたの。先生にあげる。え、先生に？ありがとう。大切にするね。こっちのチューリップはあやとくんが作ったんだよ。あやとくん、昨日お迎えに来てた？そうだよ。そうなんだ。ありがとう。まさか保護者に高校の同級生がいるなんて。しかも石田結婚しちゃったんだ。折り紙の内側に何か書いてある？昨日は急に声をかけてごめん。君に迷惑がかかるようなことは絶対にしないから安心して。石田、あの頃と変わらず優しいんだな。一生大事にしよう。仕事帰りに保育園に行くとゆりなはお絵かきをしながら迎えを待っていた。あ、あやとくん。ゆりな、今日も楽しく遊べたか？うん、京香先生に折り紙ちゃんと渡せたよ。そうか。よかったな。じゃあ帰ろう。待って。え、昨日はあんな反応してごめんなさい。あ、いや、俺の方こそ。走りではキョロキョロと辺りを見渡してから小さな声でこう言った。覚えててくれて嬉しかった。そう言ってはにかむ走り出は可愛くて、高校の時よりも幼くさえ見えた。今は保育園の先生と保護者なんだもんな。隼人君、帰ろう。そうだな。今夜はお母さんが仕事早く終わったからお夕飯作って待ってるぞ。わーい。それから俺は仕事の都合のつく日はユリナのお迎えに行くようになった。そこで走り出と立ち話するのが密かな楽しみになっていたのだが、ある日俺は彼女の傷がまだ癒えていないことを知った。ああ、京香先生。はい、みずきちゃん、今日はパパがお迎えにいらっしゃるって連絡があったの。わかりました。ん？走りで今日は暗い顔してるな。どうしたんだ？みずき、お待たせ。あ、パパ。ねえ京香先生、パパ来た。うん、よかったね。いつも娘がお世話になってます。娘がすごく優しい先生が新しく来たんだって毎日家で話していて。そうですか。走り出の表情が氷河期になってる。先生、俺何かおかしなことを言いましたか？いえ、みずきちゃん今日も元気に遊んでましたよ。早く帰ってゆっくり休ませてあげてください。はい。もう走り出先生、はい、どうしてお父さんがお迎えだとそんなこの世の終わりみたいな表情になっちゃうんですか？もっといつも通り朗らかにお願いしますよ。すみません。肩を落とす走り出を見て俺は声をかけずにはいられなかった。京香先生。あ、石田さん、大丈夫ですか？いや、俺なんかが心配することじゃないと思うんですけど、もしかしてまだ男性が苦手なのかな？父親が苦手なんです。自分が父親に散々な目に遭わされたからつい警戒してしまって、可愛い子供たちにひどいことしたら許さねえからなって気持ちがつい表情に。そうだったんだ。自分と同じような思いをさせたくなかったのかな。それで子供の教育に携わろうと保育士に。いい先生じゃん。そう？うん、だって子供たちが大切だから警戒しちゃうんだろ。きっとみんな少しずつ分かってくれるよ。ありがとう。隼人君もいいお父さんだと思いますよ。あ、ごめんなさい。ゆりなちゃんが隼人君って呼んでいるのが映っちゃって。こんな表情もするんだな。いや、俺父親じゃないよ。姉貴の旦那さんが海外出張中で実家に帰ってきてるんだ。姉貴も仕事忙しくてさ、それで俺がたまに迎えに来てるんだよ。そうだったの？でも名字が。うちの兄貴同じ名字の石田さんと結婚したんだよ。そうなんだ。だから私石田に対しては普通に接することができたのかも。父親じゃないから。なるほど。口ではそう言ったものの、俺はそれがちょっと残念だと思っていた。いつからか俺は彼女が俺にだけ心を開いてくれたらいいのにと思うようになっていたのだ。ゆりな、頼む。この折り紙を先生に渡してくれ。やだ、あやとくんの折り紙ダサいんだもん。そんな。こら、保育園児に何を頼み込んでるの？すみません。私が協力してあげるって言ったでしょ。ばっちり渡しておいてあげる。姉貴、ありがとう。翌日俺が会社で仕事をしてると、そろそろ定時か。今日は姉貴が迎えに行くからもうちょい仕事できるな。姉貴からメッセージが届いてる。七熊レストランに7時半に京香先生来てくれるってどういうことだ？俺が姉貴に渡した折り紙に困ったことがあったら相談してくれと書いたのだが、それを超解釈した姉貴は走り出を食事に誘っていた。俺は急いで仕事を片付けるとレストランに向かった。レストランに入ると彼女はすぐに見つかった。俺は美人だなと改めて思った。ご注文はお決まりでしょうか？待ち合わせ相手を待っています。失礼しました。また顔が氷河期になってる。父親限定じゃなかったのか。やあ、石田。俺が声をかけると走りでは花がほころぶように微笑んだ。神様、これは期待してもいいんでしょうか。急に誘った上に遅れてごめん。私もさっき来たところ。そっか。あのさ、こういう店苦手だった？え？いや、さっきウェイターさんに対して表情が硬くなったように見えたから。ほんと？恥ずかしいな。本人は無自覚なのか、幼稚園で他の先生に指摘されて初めて気づいたとか。まあでも走り出はそれぐらいの方がいいかも。走り出みたいな美人が微笑んだらお店の人もドキドキしちゃうかもしれないし。そんな風に思ってくれてたの？嬉しい。俺たちは食事をしながらお互いの近況を話した。走り出は高校を転校した後は母親と2人で暮らしていたそうだ。生活は大変だったけど、父親と暮らしていた地獄のような日々を思えば辛くなかったと言っていた。高校卒業後はアルバイトをしながら保育士の資格を取得してこっちで就職したのだそうだ。じゃあ最近なんだ、こっちに戻ってきたの？お母さんが再婚したのをきっかけに家を出たの。今度はすごくいい人だよ。でも私はどうしても受け入れられなくて。そうだよな。だから土地勘のあるこっちに引っ越してきたんだ。そっか。じゃあ俺は走り出のお母さんにも感謝しなくちゃな。走り出のお母さんが勇気を出して再婚したおかげで走り出はこっちで再スタートしようと思ったんだろ。そうじゃなかったら俺はこうして走り出にもう一回会えなかったかもしれないんだもんな。石田、ごめん。都合良すぎだよな俺。これ制服のボタン？体育祭の日走り出の袖から取れちゃったボタン。ずっと返そうと思ってたのに、あの時はごめん。俺何にも分かってなくて。石田が声かけてくれて本当は嬉しかったの。あの時は余裕がなくてあんな態度しか取れなくて、それなのに取っておいてくれたんだね。また会えたらいいなって思ってたんだ。私も。それから何度か食事に誘って俺は彼女に告白した。私でいいの？走り出がいいんだ。一生懸命に自分の境遇と戦っていたところも、子供たちにいつも優しいところも、全部好きなんだ。嬉しい。私も石田がクラスで浮いていた私に声をかけてくれた親切なところも、優しい言葉をかけてくれるところも大好き。こうして恋人になれた俺たちだったが、俺は彼女が男性が苦手なのを知っていたので距離感には気をつけるようにしていたのだが、今日さ、ユリナの父親が単身赴任から帰ってきたんだ。ユリナちゃん幼稚園でも喜んでたよ。そっか、やっぱ父親がいなくて寂しかったのかな。ごめん。私はもう大丈夫。でも最近ちょっと寂しいんだ。何かあったのか？家に帰っても石田のことばかり考えちゃって。それじゃあ同じ家に帰りますか？石田ともっと一緒にいたい。これからは俺が彼女のことを一番近くで守っていこうと思っている。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またね。